いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。フォルツァホライゾン4で遊ぼう。で、今日乗るのはね、なんかさ、前パートと同じメーカーになっちゃって恐縮なんだけどさ、乗りたいんだ。エボテン。うん、エボテンっていうとなんか天ぷらみたいで美味しそうだね。ね、乗っていこうこいつに。ね、季節は冬です。四駆の力が出せるんじゃなかろうかね。でだ、もうね、いい加減残ってるイベントがほぼないのでね、なんかこう適当に乗りたいもん乗ってね、終わりにしていこうかなと。このセッティングを出して楽しんで終わろうかなと思っています。で、ただ今プロなのか、神のプロなのね。プロなのね。あー、そっか。まあいいか、プロのまんまでいいや。勝てねえんだタイタン。あれ、またやっちゃった。タイタンに勝てなくてね、ちょっと頑張ってタイタン用の車を仕上げてみようかなという気になっていますね。この季節して、こうリヴァイアさんも、あのマラソンも、あともう一個なんかあったよね。あれ、なんで、ん、なんで異国におるのじゃ私は。まあいいか。うん、シーズンチャンピオンシップローランドツアー、あ、こんなのあるんだね。ちょっと、いやいやいや、あの本島に戻りたいんです。あれ、なんでこっちにいるんだろう。やった記憶ないのにな。ね、なんとかタイタンでね、勝ちたいなと思うんだけど、でも難易度を下げて勝って勝ったと言えるかというと、まあでもあまり勝ち負けにこだわってないからね。ね、いいんだけど、下げてさっと勝ってもね。うん、今回ちょっとこの難易度プロのまま頑張ってみて、ダメだったら次回検討しようか。今回って、あの今回の4パートでね。うん、なのでひとまずいつも通り全力でこのエボ天、エボの天ぷらを美味しくいただきましょうね。楽しく乗ってパーツを変えてセッティングを出してね。で、あ、一応ね、あの前回のエボ6だっけ、もうエボ6だよね、もうあのセッティング公開してますんでね、興味のある方はぜひ乗ってみてくださいね。よく言えばもう少しオーバーステアにセッティングをしてあげてもよかったかなとは今になっても思ってるけどね。よし。 Hey dog、あら、タイタン、あ、一応勝ったことになってんの？うん、本当？勝ったことになってんのかい？ね、6位じゃダメなんですかって言った覚えがあるけど、あ、違うな。やっぱりタイタン星マークついてないもんね。うん、やっぱり1位じゃなきゃダメなのかな。ね。ってことは、黒缶向けになんかいろいろ出た方がいいのか。それともあんまり気にせずね、いろいろ走った方がいいのか。ね。まあ、適当に出てみましょうか。面白そうだからね。ね、どうしようかな。フィルター。一応、普通のイベントだけ出してみたんだけど、あ、これシーズンはシーズンでちゃんと出るんだね。スノーボーラー。黒缶か。悪くなさそうではあるな。これも黒缶？うん。ロードレース的なのってないの？あ、黒缶ばっかりなんだ。そういうシーズンなの？冬だから？ね、わかんないね。これは？これダート。あれ？ロードレースのシーズンイベントってないの？ないね。ないね。ないね。まあいいか。楽しめりゃいいか。黒缶これでいこうかね。じゃあここにファーストトラベルで、あ、でも出れる車種結構限定なんだよね、シーズンイベントってね。だからせっかくエボテンに乗りたいと思って来ても全然ね、乗れない可能性が高い。どうこれ、わー雪だな。どうこれ、ダメ、この車乗らせてもらえませんか。黒缶シリーズダメっぽいね。参加可能な車を表示、こうか。ダメっぽいね。ダメだね。あ、じゃあしょうがない、普通のどっかのイベント出よう。
楽しくやろう。ね。なんだ、残念だな。じゃあ、雪のロードレース、この辺行ってみるか。ね。もうあのタイタン以外は全部イベントが見える限りね、クリアになっているので、一旦タイタンまでやって、シャンシャンかな？ね。まあ、わかんない。もう少ししたらね、ダートラリー 2.0 が発売になるので、どうしようか悩んでます。正直どうしようか悩んでます。よし、走るぞ。モダンラリーの。おい。早く表示されておくれ。不安でいっぱいですよ。大丈夫かな？おい。あ、出た。よし。ね、2008年。もう10年も前の車になるんだね。エボテンっていうとすごい新しい車のイメージを僕は持っているけど、その実なことはなくて。10年前の車です。さてどうなるか。やっぱりラリー用のサスペンションを入れた方が楽しくなるのは目に見えてるね。さあ乗ってみよう。エボ6と比べてどうかな。結構車重たくなってるイメージがあるからね。まあでもね、トルクの太いいい車だよ。ああふわふわするな、雪の上。そっかそっか、冬だから評価が難しいんだね。ああ難しい、すごい繊細。思ってる以上に今気遣ってる。ステアリングからブレーキングからね。アクセルは4駆だから気にせずドカンと踏んでるけど、アンダーだな。うん、ただアクセルを踏むとね、不思議とアンダーがちょっと弱まるので、まあトルクがリアに寄ってるのかもしれないけどね。うん、やっぱり雪道だからこそもっともっとオーバー寄りにセッティングしたいな。まあラリー用のサスペンションを入れて、ああ怖い。ラリー用のサスペンションを入れた上で少しパワーも上がるだろうから、そこでもう一回走るけどね。あ、でも思ったよりはそんなにアンダーしてないね。あのエボ6もね、とってもいいバランスだった、うん、けど、少しエボ6よりも鼻が重たい挙動に感じるな。少し鼻が重たいんじゃないかな、バランス的に。違うかな。まあ、あるいは全体的に重たいから、その感覚と、あと路面が雪であることで、要は挙動のね、感覚に違いが大きな違いが出ているのかもしれないけど、まあでもね、総じてちゃんとタイヤのことを考えて運転してあげれば、全然言うこと聞いてくれる素直な車です。悪くないね、全然悪くない。むしろいい部類に入る。あー惜しいな、もうちょっとだったな。はい、2だ。あ、全然いいな、全然悪くないな。ね、全然悪くないな。いいぞ。もう少しね、でもパワーが欲しいな。参加しようとしたセッションもうありません。なんだこれ。何も参加しようとしてないけど。どうしたの？ネットワーク切れちゃった？まあ気にせずやろう。おいで、もう一個ぐらい出たいな、なんか。もうちょっと走りたい。ロードレースにする？いや、黒缶を目指してるんだよね、今私はね。黒缶出てみようよ。この上の警告は消えないの？何にもしてないんだけど。ネットワークの接続の見解に。参加しようとした、シングルプレディです。どうしたんだろうね。なんかオンライン繋がろうとしてダメだったかな？
ダメだな。ブループリントの作成。久しぶりだね。ブループリントの作成でモダンラリーで、名前の編集。いつもの通り、いつもの通り、あ、なんだなんだなんだ、なんだなんだ、ぬ、いぬ、まつ、犬祭り、開催いたします。開催いたします。これでいい？あ、二つあんだよ、犬祭り。なんで？こっちでいいんだよね。クラスが違うのかな？はい、行きましょう。もう作ってあったんだね。2個作っちゃった。よし、じゃあ黒缶でどんな足なのか見てみましょうね。でね、さすがに僕の中でもう2008年っていうとね、すごい最近のイメージなのよ。もう10年前だとしてもね。なのであんまりね、この車に対して知識がないの。ランエボもね、7ギリギリ 8？ いや違うな、7ぐらい。なんか積極的に情報収集していた時期っていうのはね。あぶら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 、どっちから行くべき、どっちから行くべき、こっちから行くよ、こっちから行くよ、怖いから、怖いから、怖いよ、怖い、行きましょう。あ、ちょっと無事、うん、お、上乗っちゃった、ごめんごめん。うん、パワーは欲しいな。でね、できればちょっと車重軽くしたい。ちょっと重たい感じがするね。まあ決してこのダートで重さってそんなに僕はネガティブな、あー、しましましましし、そんなにネガティブな要素だと思ってはいないんだけど、もうちょっとね、僕のイメージの中のランエボっていうと、もうちょっと軽い挙動を好むな。なので足回りのパーツを交換して、危ないよ危ないよ交換した上で、で、パワーを少し上げて、それでもね、なんとなくいじる余地があるんであれば、なんとなくいじる余地があるんで、あんだあんなのが押されてんのか分かんないあ、押されてんだいじる余地があれば少し軽くしてもいいね。早いな君、やるじゃないか。うん、パワーが欲しい、もしくは軽くしたい。あ、やめて、なんで君たちそんなパワーあるわけ。あるいはギアちょっとショートでもいいな。あ、失敗した、あー、ダメだった滑らせようかなと思ったんだまあしょうがないね、みんな行っちゃった。ただね、足回りは思ったより悪くないな。これでラリー用のサスペンションを下手に入れちゃうと、うん、まあでも調整したいからね、入れようか。あぶらぶらぶら、うん、変な跳ね方はすることはするからね。あ、悔しい、最後のボンミス悔しいな。12だってまあしょうがないね。よし、じゃあ次回ちょっとパーツを変えてね、黒缶でそれなりに走れるレベルを目指していこうね。はい、それじゃあ今夜もこの辺で大型犬がお送りしました。みんなまたね、バイバイ。